シナチベット語族、シナチベット語族、シナチベット語族は、言語の言語学上の分類単位の一種で、主に、中国、東南アジアなどアジアの民族によって話される250、世の諸言語のことである。代表的な言語として、中国語、ビルマ語、チベット語がある。シナチベット諸語とも言う。シナチベット語族に属する言語は、多くが、成長言語、 孤立語である。ただし、これは、言語系統上というより、地域特性であるとも言われている。7世紀のチベット語の発音を反映していると考えられる、チベット文字の綴りは、この時代のチベット語にシーンクラスターがあり、一方で、トーン型の成長は有していなかったことを示している。また、詩の応味や漢字の音符から研究が進んでいる、中国語の上高音も、 古代中国語におけるシーンクラスターの存在や、トーン型成長の不在を示唆している。八オヤオ語族や大科大語族は、成長言語であり、孤立語であること、現在シナチベット語族とされている言語と、共通する語彙が多く見られることから、かつてはシナチベット語族に含まれると考えられていた。しかし、研究の進展によって、語彙の共通性は主に借用によるものであることが、 明らかになり、釈用語を除いた語彙の共通性が乏しいことから、現在では別の語族と考えられている。中国語、チベット語、ビルマ語他の言語に、深淵関係があるという説は19世紀初めに提出され、現在では広く認められている。当初は古くからの文献を持った文明語を対象にしていたが、後にはあまり知られていない。 初期体系がごく最近に発達したか、あるいは全く存在しない言語にまで対象が広げられた。しかし、インドヨーロッパ語族やオーストロネシア語族に比べると、シナチベット祖母の再高は十分確立しているとは言えない。その原因は、各言語の違いが極めて大きいこと、大部分の言語が屈折を行わないこと、言語接触の影響が強いことにある。それに加えて、 山奥で話される小規模な言語の多くは調査が困難でしかも国境の紛争地域にあることが多い18世紀に何人かの学者が2つの古い文献を持つ言語であるチベット語とビルマ語の間に平行関係があることに注目した19世紀初めにブライアン・ホートン・ホジソンらは北東インドの高地と東南アジアの文字を持たない言語も チベット語やビルマ語と関係があることに注目した。チベットビルマ語族という語は1856年にが使用した。ローガンは1858年にカレン語をこの語族に追加した。ステンコノウが編集したの第三巻はイギリス領インド帝国で話されるチベットビルマ語族の諸言語を含んでいる。 19世紀中頃から、インド史が、すなわち東南アジアの言語が4種類の語族からなる、ことが、ローガンらによって明らかにされた。すなわち、チベットビルマ語族、タイ語族、モン、クメール語族、マライポリネシア語族である。1823年に、ユリウス・ハインリヒ・クラプローとは、ビルマ語、チベット語、中国語の3つは、基礎語以外一致するが、タイ語、モン語、 ベトナム語はこれらとは大きく異なることに注目している。エルンストクーンはこれらの言語を中国、シャム語とチベットビルマ語の2つの語派に分けた。アウグスト・コンラーディは1896年の有名な分類においてこのグループをインドシナ語族と呼んだが、コンラーディはカレン語を除外した。インドシナ語族の名称は広く使われたが、コンラーディがベトナム語を除いたことは議論を呼んだ。 1909年に、カレン語を、中国、シャム語の、第3の語派に含めた。ジャン・プシルスキは、アントワーヌメイトによる、世界の言語の称大として、シナ・チベット語族の名を、初めて使用した。プシルスキは、コンラーディの2つの語派の区別を保ち、チベット・ビルマ語派と、シナ・ダ語派、ミャオ・ヤオ語族を第5派、タイ・カ・大語族に含めた。 公共事業促進局の助成を受け、1935年に人類学者アルフレッド・ウィル・クローバーはカリフォルニア大学バークレー校においてシナチベット語文献学プロジェクトを立ち上げた。このプロジェクトは1938年までロバート・シェーファーが、それ以降はポール・ケー・ベネディクトが監督した。シェーファーとベネディクトの指導のもと、 言語学を専門としない30人のメンバーが入手できる限りのシナチベット語の文献を収集した。その結果は15巻からなるタイプ原稿のシナチベット語言語学にまとめられ、8部が作られた。この書物が出版されることはなかったが、その後のシェーファーの論文、シェーファーによる5巻のシナチベット語入門、及びベネディクトのシナチベット語概要を書くためのデーとして使われた。 ベネディクトはシナチベット語概要の原稿を1941年には書き上げていたが出版されたのは1972年だった。ベネディクトはシナチベット語族の完全な系統図を描く代わりに5つの主要な言語の比較によってチベットビルマソ語を構築した時に別の言語の比較も使用した。ベネディクトは音説菓子らしいとして 有性と無性の二つの系列を認めた。無気温と大気温の区別は、チベット語には残っているが、他の大半の言語で失われた、死因連結から発生したと考えた。違って、ベネディクトによる、音節頭シーンの再高は、以下のようになる。同型語の音節頭シーンは同一の超音位置と、超音方法を持つ傾向があるが、無性、有性及び無気、 大気の別はしばしば予想できない。この不規則性はロイ・アンドリュー・ミラーの攻撃するところになった。一方ベネディクト説の支持者はこの問題を窃盗時が脱落したことに求めた。この問題は現在に至るも解決していない。現在もシナチベット語族の存在を認めない数、少ない学者の一人であるは、この問題と共通シナチベット語の形態論が再考できないこと。 多くの共通語彙が中国語からチベットビルマ語への借用語であることを論拠として挙げている。古代中国語はシナチベット語の中で飛び抜けて古い記録を持つ言語である。鉱骨文は紀元前1200年に遡り、紀元前千年期に書かれた大量の文献が残っているが、漢字は音素文字ではない。学者は中古音や漢字の娼婦、詩の応印などから、 上高音を再高しようとしている。ベネディクトとシェーファーは最初期の再高であるベルンハルド、カールグレンの脳を使用している。しかしカールグレンの上高音は多くの音が不揃いな分布をなしており、扱いづらい。最近の学者は他の根拠を利用してカールグレンの上高音を改定している。それらの提案のいくつかはシナチベット語族の同型語に基づいているが、 あるものは中国語内部に支持する根拠が存在する。例えば最近の上高音の最高では、カール・グレンの15の母音から6母音体系に変更している。この体系ははじめニコラス・ボドマンがチベット語との比較をもとに考案したものである。同様に、カール・グレンの L R に変更され、別のシーンが L と解釈されるようになった。これは、チベット・ビルマ語との同型語の他に、 外国語の仮音表記からも支持される。中国語が本来非成長言語であり、中古音の成長は音節末シーンから発達したという考えを支持する学者が増えつつある。そのような音節末シーンのうち S は他のシナチベット語族に同型語を持つ王子であると考えられている。チベット語は七世紀半ばのトバン時代以来広く文字に書かれている。ビルマ語の初期の記録、 12世紀のミアゼリヒ文などは、より限定的であるが、後には広く文献が発達した。チベット語とビルマ語は共に古代インドのブラーフミー文字に由来する音差文字で記録されている。比較の作業はこれらの言語の保守的な文語を利用して行われる。チベット語については、ハインリヒアウグスとイエシケの辞書、ビルマ語については、アドニラムジャドソンの辞書が使われ、 ただしどちらの辞書も異なる時代の語彙を含む。成果の言語である、成果語も多くの文献が残っている。成果語は漢字に着想を得た、標語文字で記されており、多言語辞書が存在するものの、その解釈には様々な困難がある。教皇上は古代中国語、チベット語、ビルマ語、成果語を比較してその音対応規則を確立しようとした。今日は、 チベット語やビルマ語の A が古代中国語の A との二つの母音に対応することを見出た。このことは中国語がチベットビルマ語とは異なる語派に属する証拠と考えられてきたが、ヒルではビルマ語でも AJ と J が区別されることを発見し、従って A の変化はチベット語とビルマ語で独立に起きたと考えるべきだと主張した。シェーファーとベネディクトが使用した。 無文字言語の記述は多くが宣教師や植民地政府の統治者によって記録されたものであり、言語学的に見た正確さに問題がある。小さなシナチベット語族の言語の大部分は近づきがたい山間地で話されており、その多くは政治的、軍事的に敏感な地域であって調査が禁じられている。1980年代まで最もよく調査されていた地域は、 ネパールと北部隊であった。1980年代から1990年代にかけてヒマラヤと中国南西部の新しい調査が交換された。中でも特に興味深いのは新しい語派である四川省及びその隣接地域で話される治安語群の発見であった。シナチベット語族とされる言語グループの系統は諸説あるが下記の通り列挙する。 シナチベット語族の和社は、Y 染色体、ハプログループ O3、特に O3A2CP164 と関連している。ただし、チベット人には、東アジア最古層の D 系統が最大49%の高頻度で見られる。インド、アルナーチャルプラデイシュ州の言語、などは、元来、シナチベット語族の一言ごとされてきたが、最近になって、 孤立した言語ではないかとの見方が出てきている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。